あ、俺どうも、エンプラスチャンネルですマジで無茶ぶりや今日は、つるし、インド洋カレー屋さんのつるしに来てます。なんか、これ何の道路かわからんけど、なんかでかい道路が前にあるね。だってだいぶ入りやすいインド屋さんなので、早速行ってみましょう。セットと D セットで、カレーが D の方がどれが一番人気ですか？どれも人気ですか？難しい。じゃあ僕はかぼちゃカレーにしてください。かぼちゃだけ。はい。辛さは中辛。飲み物ラッシー。やっぱ何で選ぶの？ D セット、プレーンナン。ビーセットカレー。ビーセットカレーは、野菜カレー。だからもうヘルシーや。皆さん出身はインド？はい、ネパール。ネパール。ネパール。めちゃくちゃでかい。ちょっと顔と比べてもらっていいかな？顔と比べるすごいよ多分。こんな感じ。サムネじゃん。すごい。顔も2倍以上あるもん。すごいよ。こっちがタンドリーチキンで、うん、こっちがチキンティッカ。唐揚げっぽいね。うん、唐揚げみたい。でも食べやすそう。赤いで辛いかもしれない。うん、で、これがかぼちゃのカレーですね。かぼちゃカレーめっちゃうまそうやな。うん、甘い匂い、うん。こっちは野菜カレー。あ、野菜カレー。でも具がたくさん。うん。甘いもんね。甘いのに辛い。うん、でも分かる。甘い。甘いんやけど、スパイスの味はめっちゃ。甘みが最初に来て、後からピリってくる。うん、あ、くるくる。スーパー激辛頼むべきやったね。うん。ベリベリポップコーン。って書いてある。うん。出川イングリッシュ。カレーってさ、うん、レパートリーがめちゃくちゃ多いよね。多いね。なんか工夫すればなんとかなんとかカレーってさ、すごいたくさんできそう。うん。枝豆カレーはないね。でもありそうじゃね。ほうれん草作れるし。あ、ほなんかグリーンカレーみたいな。うん。すごい甘い、美味しいね。うん。チャパティとかもあるよね。これはなんかスポーツ。それはカバディよく出てきたねめっちゃ危なかった。え、なんかドラゴンボールに出てくるキャラクター、それはチャオス。あ、そっちなんかここチャパティって書いてある悪いやつバビディあっちの方で辛いのが多いのは、雨が多くて湿度が高いらしい、うん、余分な水分を出すために発汗作用のあるスパイスとかをめちゃくちゃ。あ、そういうことなの。今日本も梅雨でジメジメしてるから、うん、タイミングはいいんだよ。食べに来てください。うん。カレーの種類がいっぱい選ばれてるけどさ、うん、追加料金が取られそうじゃん。うん、なんかね。それでも多分料金一緒なので。ちょっと豪華そうなのがあるもん。そう、ミックスシーフードカレーとか、うん、ほうれん草チーズカレーとか。ということで。ちょっと2枚は食べきれなかったですね。だってハルキング普段は何て言った 3,4 枚食べるって言った。うん、嘘じゃない嘘じゃない 1.5 だけど、うん、ってことは大きいんだよね。で、ここにも書いてあった通り、つるしのナンはとってもビッグって書いてあるんで、うん、ちょっと頼みすぎには気をつけて、うん、ぜひ見てください、はい、つるしさん、うん、ここはだいぶなんか入りやすい。そう、あのね、なんかインド屋さんってなんか入りにくいとかある。そうなんだよ、あのガチすぎて雰囲気が、うんうん、
ちょっと入りづらさがあるところはあるけど、ここさ、でかい道路沿いやでかだし、窓がいっぱいだからじゃないかな、うん、開放感がすごいあって、ね、めっちゃ入りやすい、白くておしゃれな雰囲気でね、うん、でもそこら中に象がいる、うん、本当に、キャワシとか神聖な生き物はい、ということで、今日は鶴瓶さんでした、はい、チャンネル登録お願いします。